では、あれ？そういえば今回は、あ、まだ開けてなくないパンドラの箱、ないのかな？このパズル解けるかな？間違えた瞬間に押し置き。あー、なるほど、なるほど。今回はパンドラの箱じゃないんだな。馬がいるでしょ？キノコ？キノコなんてどっかありましたっけ？なるほど。ちょっと見て回るか。ここら辺はさすがに少しカットさせていただきましょうか。ね、うならしちゃい。オッケー。結構情報が入り混じってんだよな。まず馬は合ってると思う。で、キノコは何気に、原作だと月のあった場所なんだよな。で、サクランボは普通の家のあるところ。太陽はまあ、プリンとかだね。で、魚はさっきお花に水をあげたところの右にいた。で、お星様は黒く塗られてる道。足跡は右下。で、蝶々はまあ、蝶々だね。で、これは？何かが落ちてる。これはな、鉄鋼弾。あ、ピンクのクレヨンでした。ちょっと違いましたね。ピンクのクレヨンで、ああ、黒をさらに塗りつぶすのか。ひとまずじゃあセーブをさせていただきとうございます。いくら考えてもクレヨンの使い道がわからないわ。何か書いとく、書くとか？この色も何か意味があるのかしら。まったく、バカず踏んでないね。クレヨンで塗りつぶすって結構疲れるわね。地面を塗ったことで通れるようになったようだ。おもちゃ箱。あるとしたらもう、ここしかないわね。おもちゃ箱に。あ、この BGM も私多分知らないな。いや、知ってるわ。それにしても。この中におもちゃの鍵があるって書いてあったわよね。そこが見えないんだけど。本当にこの中にあるのかしら？行ってみたら？イブ、イブ、イブ、お願い、目を開けて。ギャリーの声がする。イブ。ああ、よかった。大丈夫？痛いところはない？赤いバラがない。落とされた時に手を離しちゃったのね。でもこの部屋のどこかにあるはずよ。急いで探しましょう。イブ結構腹筋強いよな。しかし今のメアリーの入ってみればって言ってみればってところ最強ポイントなんだけど、落ちる音がすげえシュールでな。バラはどこにあるだろう。ここでね、毎回バラが見つからなくって結構困ったことに毎回なるんだよね。これもしかしてバラ見つからなくって鍵だけ手に入るやつか。これはね、好感度足りなかったタイプのあれですね。しゃあない。じゃあとりあえずセーブはしておくか。ガシャゴションと。では鍵を拾いまする。おもちゃの鍵ゲット。え、なに？私にプレゼント？わあ、綺麗。くれるの？ありがとう。あれって、まさか。メアリー。あら、イブにギャリー、探し物は見つかった？それより見てみて。この子がくれたの、綺麗でしょ。メアリー、それ、そのバラは。え？ああ、もしかしてこれ、イブの？道理で見たことあると思った。メアリーお願い、それイブに返してあげて。どうしよう。イブ、返してほしいの？ああ、興味ないね。何言ってんのよ。あれはここで命みたいなもんでしょうか。メアリーお願い。
そうね。じゃあ、ギャリーのバラと交換して。ギャリーのバラって青色だよね。私赤も好きだけど、青はもっと好きなの。ほら、だからこの子も青なの。可愛いでしょ。やっぱり可愛いものは撫でてあげたくなっちゃうよね。で、どうするの？交換する？この選択肢、残酷だよな。そんな目で見ないで、イブ。心配しなくても大丈夫よ。私に任せなさいな。わかった？私のバラとイブのバラ、交換してちょうだい。本当？いいの？ええ。ええ？やった。綺麗な色。あははは。ほら、大事にしなさいよ。ん？ああ、気にしないでいいのよ。これでやっと借りが返せたわけだし、ね。バラならほら、今からメアリー捕まえて取り返すことだってできるんだしさ。頑張りましょう。きっともう少しよ。ただただいい人だよな、ギャリー。なんか、部屋の空気が。うわ、何よこいつら。イブ、急いで出口に向かうのよ。ここも何気に難所なんだよね。あ、ノートが、あいで、無個性にぶち当たったぜ。ただ、このルートだと、イブのバラは、ラス位置ではなかったから、今のはまあ必要経費だよ。好き。嫌い。好き。イブ、ちょっと。イブ、あのさ、悪いんだけど、先に行っててくれない？私ちょっと、ごめん。何と言ったらいいのか。嘘なんてつきたくないけど、本当のことも言いたくない。動けるようになったら、追いかけるから、先に行ってて。先に言ってて、嘘つきたくないけど、本当のことも言いたくない。この言い回しも好きだな、ギャリー。嫌い。好き、嫌い、好き、嫌い。好き、嫌い。好き。やった、これで私。むしり切ったなぁ。茎だけが残っている。嫌いじゃない。メアリーのことは嫌いじゃないけど、生理的に、いや、そういうネタでもないんだが。見られたくないよなぁ、ギャリーとしてはなぁ。茨が道を塞いでいる。道を塞いでいるならば、あれ。ああ、移動してる。これはギャリーが最後の力を振り絞ったのか、何かをやったのか。キャンディーを食べる。ギャリーからもらったキャンディーを食べて、ライターを借りた。ありがとう、ギャリー。借りてくよ。最初にこのエンドか。まあ、燃やさないっていう選択肢もあるわけだな。イブ、何してるの？なんで、どうやってこの部屋に入ったの？ここはダメ、ダメよ。お願い、早く出てって。早く。早く、早く、早く。出ていけ。あ、亀裂がちょっと大きくなってるね。メアリー、絵を燃やしましょう。
燃えてるグラが追加されたのか。しかしこれ、多分拡大モードじゃない方が良かったんだろうな。ちょっとまたやらかした。パレットナイフが落ちてる。いや、私、今回、トゥルーエンドというか、一番ハッピーっぽい例のエンドを狙っていたんですよ。本当に。狙った上で、完全に、運で負けたんだよね。なんというか、私らしいというかね。さて、では、参りましょうか。長い長い階段を降りて。さて、ゲルテナ店、再入場。営業時間と入館、これはまあまだ、一周目ですからね。深海のホニャララ。これこの段階でぐるっと回って何か変化はあるだろうか。特になさそうかな。じゃあ、もう直に行ってしまいましょうか。ギャリーもいないから、あんまり回るのもね。一度入ると、もう戻れない。ここでの時間も全て失う。それでもあなたは飛び込むの？額縁がなくなっている。イブ。イブ。もう探したのよ。一人で勝手に行っちゃって。後で行くって言ったでしょ？たく、心配したんだから。それは外イブ。出口のようなところ見つけたのよ。こっちじゃなくて向こうなの。一緒に行きましょう。あれ。そっか、私このパターンとかって弾いたことないのか、それとも今回リメイク版で新しいエンドなのか。いろいろ増えてそうだな。だが断る。え、どうしてよ。せっかく出られるかもしれないのに。この絵から帰れるですって。そんな保証どこにもないじゃない。ほら行きましょう。おいで。イブ。何をしていたのか思い出せない。ボンボンボン。あれ、ボンボンボンって今なんだ？うちの子うるさかった。あれ、ボンボンボンしたの？猫のよう。マイナーな芸術家だからな。まあ、ちょっとぐるっと回って、回って。忘れられた肖像。眠っている男性が描かれている。イブ。ここにいたんだね。探してたんだよ。やっぱり一緒に見て回らないか。せっかくみんなで来たんだし。お母さんもイブと回りたいって、下で待ってるよ。イブ、早くおいで。様子を見てみますか。やっぱりひよっちゃダメか。
ただ、一人ぼっちのイブのエンディングって、これギャリーについていったのでも変わらないのでは？まあ、あくまで旧作というかオリジナル版の軽減則になるわけだが、イブはやっぱりいい子ね。さあ、それじゃあ行きましょう。今ちらっと見えましたが、今回はメアリーの絵画を燃やしていないパターンになります。ボンボンボンってこれ絶対窓鳴ってるよな。遠くて見えなかったけれども。おや、吊るされた男。ここで、かの者の絵は出てこないわけか。オリジナル版でもそうだったね。ねえお母さん、今日の夜ご飯何？もうメアリーったら、もう夜ご飯の話？だってお腹空いたんだもん。あ。お帰り。イブ、見つけたよ。あらまあ、イブ、どこに行ってたの？お母さん、イブと一緒に見て回りたかったのに。まあいいじゃないか。イブだって一人静かに見て回りたかったのかもしれないよ。そうなの？イブ。さあ。それじゃあ、そろそろ行こうか。メアリーがお腹空いてるみたいだし。そうね。私も喉が渇いちゃった。カフェにでも寄りましょうか。わーい、カフェ。イブ、カフェだって。何があるのかな？楽しみだね。じゃあ、行きましょう。うん。よかったわね、ゲレテナデン。ああ、イブとメアリーにもいい刺激になったんじゃないかな。うん、すごくよかったよ。ねえ、イブ。ポケットにキャンディーが入っている。あ、キャンディーだ、ちょうだい。ええ、おいしい。ねえ、イブ。帰ったら何して遊ぼうか。ん？考えるだけで楽しみ。これからずーっと一緒にいようね、イブ。しっかり分別するんだよ。